川浦渓谷。関市板取板取川温泉バーデーハウス関市、板取運動公園板取村は、岐阜県麦郡にあった村である。アジサイの村として知られた。2005年2月7日に、麦郡内の田御町村と共に、関市と合併した。岐阜県北西部に位置し、福井県に接する、標高1000メートル前後の山々に囲まれ、 面積の99%を山林が占める山村である。村民の6割以上は長屋生であり、村議会議員選挙の際には立候補者全員が長屋生であったこともある。板取村としての最後の村議会議員選挙には定数12に対し、立候補した14人中13人が長屋生だった。1960年代には、いた川ダムの開発計画があったが、 村民多数の反対により撤回されている。1990年代に入ると、中部電力による溶水式ダム、奥美の水力発電所計画が進められ、2001年には上ダムが完成。しかし、電力需要の後退により2003年に下ダムの計画が凍結される。その後の公共工事の発注低下と市町村合併により村民の流出が続き、 地域活力の低下が懸念されている。1970年代後半から主要産業である、法制業、林業の衰退に伴い、光と水と緑の大地辿りスイス村をキャッチフレーズに観光業の振興を図り、キャンプ場開発、イベントの開催に力を入れていた。村の PR のために1976年、昭和51年には、当時の村長、 長屋実の発案により、岐阜県発となるラッピングバス、リス号、バンビ号を岐阜バス板取線に就航させている。村北部に広がる両城山地を水源とする川、浦谷、滝並谷などの清流を集めた板取川が、村内の中央部を V 字国を作って南流する。村内の全域が板取川の流域であり、集落は川沿いの狭い平坦地に点在している。 なお、長良川、鉄道越美南線の湯のラ温泉口駅は1926年から1956年にかけていた口駅を称していた。この駅から板取村中心部へは、車で30分以上を要する。主要道路は、岐阜市からの国道256号線、または、美濃市からの県道81号線。奥美濃水力発電所開発計画に伴う。 タラガトンネルの開通により、国道256号線の通年での通行が可能となり、九条市八幡田町のルートが確立された。福井県と隣接しているが、連絡道路はない。高速道路一般国道主要地方道、一般県道1970年代後半から、主要産業である、法制業、林業の衰退に伴い、光と水と緑の大地板取りスイス村を、 キャッチフレーズに観光業の振興を図った。現在、板取地域内の公設の建造物に、スイス風の建築様式が多いのはこのためである。また、キャンプ場開発、イベントの開催に力を入れ、村内の街道沿いにアジサイを得る、アジサイ運動を展開して、1990年代までに10万本の植栽を行った。ありがとうございます。